くぬぐと思うでしょ。そういうことだ。やだ。くぬぐと思うでしょ。やだ。ね、こう半分こう後ろ汗かいたからこう帰ってくれば大丈夫。そう。違う。すごいでしょこのリバーシブルの。こうみんなに見せたくて、そこだけ前前に着せてやってきた。と思うじゃん。おい。おお。はいさん。はあ、涼しい。はあ、暑かったよ。すごい着込んでた。これがね、そう、こう入った瞬間からその、サトシさん見えないけど、サトシさんとか家族にもバレたくなくて、こう家から着てきたから。めっちゃ暑い。だからいつも着てるこう衣装にキノコを乗せていて、もう全身キノコまみれ。あの見えてない方はぜひ後でよく見てください。すべてキノコです。これドットじゃないんですよ。ドットじゃないキノコ、ぜひぜひ見てください。こうスカート、これ面白い話があって、あの上私買ったんですよね。お店行ってこれいいわ、衣装にしようと思って。下スカートあるじゃないですか。これ若干色味が違うんですけど、これ母親が送ってきたんですよ。知らないですよ、私がこのシャツを買ったことは知らないはずの母親が、なぜかマイこれ好きでしょって送ってきやがって、いやー嬉しいですね。もうなんか なんだろうと思って、お母さんどうして知ってるのみたいなね。びっくりしました。私がそのキノコの衣装を着て、あのキノコの衣装ってなんだ、キノコの柄のもうこうなっちゃうんで、どっちかっていうと今着ぐるみみたいになったけど、キノコの絵柄のね衣装を着てライブやってることは知らないはずなんですよね。神奈川にいるから。なのになぜかこれ送ってきて、そうびっくりしたし嬉しかったし、なんともね。だから今回秋になったからと思って両方着てみました。ではワンピースではないんですよ。そう、あとで女子には見せたらいい。ね、30分超えちゃうから、こんなことしてると超えちゃうから、最後にねこの曲を1曲だけ柴崎舞としてお届けさせてもらって、次のもうねワカメとねこのさっきのいい声がねやばいんだって、ツボなんだって。次のね佐伯浩一くん最後ね楽しんでやってもらうためにバトンタッチしようと思います。では最後にこの曲聴いてください。変人の彼女、変人です。あなたが私を抱くときは必死にしがみつくようにぎゅっと抱く。もう少し優しくできないの、そんな風に思うけど、愛しいよ。
できないの。ありがとうございます。しばらく舞の音を舞いでした。ありがとうございました。